双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町の皆さんへ情報やメッセージをお届けする番組です。双葉町役場からの最新の情報はもちろん、双葉町民からのメッセージなどお役立ち情報とともに双葉の今の声をお届けします。双葉郡双葉町、双葉町民の皆さんへさまざまな情報を発信している双葉町情報 FM いわき発。まずは双葉町役場からの情報です。はじめに夢双葉人主催によるいわき市南台仮設盆踊り大会についてお知らせします。本日いわき市南台仮設住宅イベント広場において夢双葉人主催の盆踊り大会が開催されます。今年の目玉は各行政区保存会による矢倉の共演です。8つの保存会が震災前に行われていた各行政区の盆踊りの中で演奏していたお囃子に合わせた太鼓や笛の演奏で競い合います。それぞれの保存会によって異なる演奏の違いを感じることができるかと思います。盆踊り大会の開始は午後5時で、矢倉の共演は5時30分からとなっております。その他模擬店なども多数出展される予定ですので、お誘い合わせの上ご来場いただき、矢倉を囲んでの盆踊りに多くの皆さんの参加をお願いします。続いて戸籍税務課から東日本大震災による建物の家屋被害認定調査の実施についてお知らせします。被災者生活再建支援制度を利用する場合や住宅解体を環境省に申請する場合などに使用する罹災証明書の発行にあたり、必要な家屋被害認定調査を実施しています。罹災証明書発行までの流れは、被災者からの申請、建築士の調査、住宅の損壊度認定、罹災証明書の発行となります。対象は町の帰還困難区域内にあって、これまで罹災証明書が発行されていない住宅で、調査内容は一次調査が外観調査のみ、二次調査が所有者立ち会いが必要となる内部および外観調査となります。ただし離れ家地区、野生動物やカビなどによる被害は調査の対象外となります。申し込み書はいわき事務所と埼玉支所、郡山支所に準備してあります。なおご連絡いただければ郵送いたします。また町のホームページからも印刷が可能となっています。添付書類等を確認の上、申し込みをお願いします。家屋被害認定調査についてのお問い合わせは戸籍税務課管理徴収係、電話024684-5204、 024684-5204 番までお願いします。おしまいに、第56回福島県芸術祭開幕式典開幕行事のお知らせです。生きる力、文化の力は早々からをメインテーマに、早々地区の文化団体による伝統芸能、太鼓演奏、合唱などの発表会が開催されます。双葉町からはコーラス双葉が出演しますので、ぜひお誘い合わせの上ご覧ください。日時は9月3日日曜日、会場が12時、開会が午後1時となります。場所は相馬市民会館、入場料は500円となっています。問い合わせは双葉町教育委員会障害学習係、電話
024-5210 0246-84-5210番までお願いします。以上、この時間は双葉町役場からの最新の情報をお伝えしました。続いて今週は双葉町役場教育総務課田村恵さんにお話を伺いました。それでは今日のこの時間は双葉町役場教育総務課田村恵さんにお話を伺います。田村さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日はですね、10月8日日曜日に開催される双葉スポーツフェスティバル2017、そしてオリンピックデーフェスタ、こちらについて伺っていきたいと思います。はい、まずは双葉スポーツフェスティバル2017、こちらはどんな趣旨で行われるんでしょうか。はい、双葉町民の皆さんの世代間の交流を図ることや、はい、東日本大震災によって分断されてしまった双葉町のコミュニティ、うん、これらの復活を目指しまして、はい、スポーツを通じてコミュニケーションを図って、うん、かつ心身のリフレッシュを図ることを目的に開催いたします。うん、汗かくって リフレッシュしますよね。はい、すっきりすると思いますよ。それからもう一つ同時開催になっておりますオリンピックデーフェスタ、こちらの目的はどうでしょうか。はい、こちらは、被災3県、うん、岩手県、宮城県、福島県の3県の、被災された方々を対象に、心の復興を図ることを目的として、オリンピアンの皆さんと一緒に、リフレッシュを図って、はい、汗を流して楽しもうということを目的としております。はい、またスローガンがありまして、はい、スポーツから生まれる笑顔がある、うん、これをスローガンとして開催いたします。はい、笑顔確かにありますねそう思いますね、はい、はい、ではですね、この双葉スポーツフェスティバル2017オリンピックデーフェスタ、これについてもう少し詳しく伺います。はい、10月8日の日曜日行われるんですけれども、場所はどちらになりますか。はい、いわき市錦町にあります、いわき市立南部アリーナ、はい、こちらで開催いたします。はい、大きな体育館ですね。はい、そうです。はい、いわき市立南部アリーナでの開催です。一体どんなことをするのかすごく興味があるんですけれども、教えてください。はい、プログラムについてでございますが、はい、午前中の部はスポーツプログラムと、題しまして、オリンピック選手5人を、5人、はい、オリンピックカラーのチームに分かれて、はい、チーム戦でスポーツプログラムをこなしていくようになります。はい、でプログラムとしましては、うん、手綱ぎ鬼、それから宝拾い、はい、綱引き、はい、五色玉入れ、うん、この4種目となっております。へー、なんかどれも面白そうですねそうですね、はい、しかもそれをただやるんじゃなくって5チームに分かれて、はい、オリンピアンと一緒にやるんですよね。はい、そうです。いや、またすごい方々にお越しいただけるんですよね。そうですね。うん、例えばどんな方がいらっしゃいますか。はい、リオデジャネイロオリンピック銅メダル獲得いたしました、うん、ウェイトリフティングの三宅宏美選手や、はい、ロンドンオリンピックで銀メダルを獲得されました、はい、柔道の杉本美香選手など、はい、5名のオリンピアンが集結していただけます。はい、ものすごく盛り上げていただけること間違いなしって感じがしますけどもね。はい、はい、そして午前中のスポーツプログラムが終わりますと、その後お昼ご飯になるんですか。はい、そうです。はい、お昼ご飯はどうでしょう。はい、こちらは軽食おにぎりが中心となったお弁当になりますが、はい、事務局の方でご用意いたします。はい、また双葉町の婦人会の皆さんによります、うん、美味しい豚汁が、うん、振る舞われます。はい、婦人会の皆さん頑張って作ってくれるんですね。そうですね、朝早起きして。いや、ありがたいですね。はい、はいはい、そして、その後午後のプログラムはどうでしょうか。はい、昼食休憩の後に、はい、5人のオリンピアンを囲んでの参加者全員での記念撮影が予定されております。はい、はい、またその後続きまして、5人のオリンピアン
と、1対1で質問コーナーといって Q&A の時間が設けられております。何でも質問してねって感じなんですね、きっとね。そうですね、はいはい。Q&A が終わりますと、閉会式に移ってまいりますが、閉会式が終わりましたら、オリンピアンは退場となります、はい。その際には参加者の皆さんとのハイタッチを行いまして、はい、お見送りという形になります。全員でハイタッチいいですね、これもね、はい。はい、そして最後にはまたお楽しみがあるんですね。そうですね、うん、はい、5人のオリンピアン皆さんから、サインをいただくことができるサイン会を予定しておりますので、ぜひご参加いただければと思います。そうなんです、今参加者大募集中なんですよね。はい、そうです、はい。参加資格はどうでしょうか。はい、双葉町民の方であれば、うん、どなたでもご参加いただけますね。え、双葉町の皆さんぜひ参加してください。申し込み書はどうですか。はい、7月15日に、各ご家庭に お届けしてあります双葉の輪、はい、こちらに同封してチラシと申し込み用紙をお送りしております、はい。またホームページ上にも申し込み書については記載してございますので、うん、はい、そちらを使っていただいても結構です。はい、ホームページからダウンロードすることもできるということですね、はい、はい。申し込みしていただくのはそのスポーツのプログラムに参加する方だけじゃなくって、観覧、まあ、見に行く方も一緒に申し込みしてくださいね。やっぱお弁当の関係もありますからね。そうですねぜひ応援に来てくださる方も大歓迎です。はい、そして何か持ってくものっていうのはありますか。はい、体育館で のイベントになりますので、うんうん、屋内用シューズを必ずご用意いただきたいと思います。はい、そうですね、忘れないようにシューズを必ず持ってきてください。そしてですね、まあ、お車で行かれる方も多くいらっしゃると思いますが、ちょっと車無理かなという方にはバスもあるんですね。はい、そうです、はい。バスはどういうところを通りますか。はい、今予定しておりますのは、うん、柏崎市から会津若松市を経由する便、はい、それから仙台市から、南相馬市を経由する便、はい、福島市から会場に来る便、はい、白川郡山経由の便、はい、東京駅からつくば市を経由して、来る便、はい、加須市から会場までの便、はい、それからいわき市内をぐるっと回っていわき市内でのバスを用意してございます。皆さんぜひバスの方もご利用いただければと思います。こちらもお申し込みをお忘れないようにお願いします。締め切りはいつになりますか。はい、8月の18日金曜日となってございます。はい、8月18日金曜日です。ご検討いただければと思います。楽しそうですね。はい、はい、ということで神村さんはきっと準備も大変だと思いますが頑張ってください。はい、ありがとうございます。今日は教育総務課の神村恵さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。双葉町情報 FM いわき発、この番組は双葉町民の皆さんへ双葉町の情報を FM いわきからお届けしました。